アイロン前にはしっかり髪を乾かしてください。また髪全体をあらかじめコーミングし、毛先のもつれや流れを丁寧に整えます。髪の毛を前後2つに分けます。前の毛束をさらに上下に分けます。前に出した毛束にアイロンを斜め上から入れ、内側に半回転ほど巻き込みながら、中間から毛先まで同様のスピードで滑らせます。毛束を横に持ち、外側に半回転ほど巻き込みながらアイロンを滑らせます。毛先は手首を反らして、さらにアイロンを半回転させ、外側に巻き込みます。後ろの毛束を上下に分け、アイロンを斜め上から入れ、外側に半回転ほど巻き込みながら毛束を流します。バック上段の髪は内側に半回転ほど巻き込み、テンションを保ちながらヘアアイロンを滑らせます。アイロンを内側と外側に交互に入れ、髪の流れを作ります。前髪を上下2つに分け、外側の毛束を上に引っ張りアイロンで挟みます。毛先は内側に巻き込みながらスッと下ろします。最後にワックスやスプレーでセットをして完成です。顔周りの髪は外側に流すと華やかに仕上がります。